で、お前はどこに泊まる気だ。うぎゃホゲ、アホか、もううちの家族に見られてんだぞ。そんなこんなで住む場所も食べるお金も。へい、それであげて。好きなだけ止まっていきなさい。いやいや、隠して親指立てろ。演技だってバレるぞ。三人目の娘が、あのはしゃぎようじゃかかってる気配すらねえけどな。普通に妹たちの部屋を。そりゃそうなるだろうな。私は貴様の押し入れに出らねえよ。このためにあの小汚い。おめえ呼び員小窓。そりゃダメだ。ただいま。浅い。あのっていうか、この人たちしばらくうちに泊まる。もし姉ちゃんがもうダメだって言うなら。この野郎、ごめんなさい。早いわ。ごめんの、この人たちに。オッケーオッケーオッケーって。あー、締めまして、敬語の姉の手を離し。うるさいな。でも俺としてはだって住むかもとか。残念でした。見ず知らずの男だぞ。弟が連れてきた得体の知恵も聞かず優しく、姉という姉に私はなり、手を目が将来的にどうなりたいかなんて言うか。私坊主大好き。坊主じゃねえじゃん、ハゲじゃん。ハゲでもねえよ。はい、すみません。トイレどこですか、なんちゃって。あ、一体何だったんだ。あの子は織姫ちゃんや。なんだ新人、お前知り合いだったのかよ。姫ちゃんはね、俺の初恋の人や。そうだな、おい。あんた可愛い子にはみんなそれ。私にも言ってやる。自分のことか。可愛い子にはみんな言う。歌覚えないで。さあ、どこの学校の子。どこの学校でもねえよ、俺は忙しいんだ。あっち行ってろ。おっと、なんだよ。よく見ろよ、金髪だぜ。てんじゃねえか。目つき悪いし。だいたいあんなチビがサッカーうまいの。なんだと。誰がドチビだこら。おい、それなら。すげえ、すげえだ。名前は室ヶ谷東四郎。東四郎か、かっこいい名前だ。染めてるのか東四郎。姿も控えして東四郎。が、作り方を教えますから。はぁ、あ、何、食べさせたいんです。お願いします。まったく、やりましょう。あ、ケーキ食べたいだけなんじゃ。とにかくやりましょう。やっぱり、なぜか卵がドロドロになって。どうしたらそうなるんですか。作り直してください。味見はほどほどにしてくださいね。と小さくしてください。了解。それじゃ小さすぎる。俺がやればいいじゃないか。機械からこうしてお願いしてるんじゃないですか。僕たち初めてなんです。誰か食べたことある人はいないんだ。それで味見してほしいってわけか。どうぞ。作り直しです。私は織姫んとこ泊めてもらうわ。もらうわって。井上に許可取ったのかよ。井上さんと蘭菊さんの二人が同じ。なんという銀山の花園にマスコットか。かだだだだだだ。何、あなたは昼間学校なぜに深夜に打ち取られるに。目は昼間の。こんなもんか死神ってのは。死神見てんのこの人たち。おい小僧、いい話があるんだが。いや、世によりますよね。今晩泊まる宿がねえんだ。俺があいつからてめえを助け、しばらく俺らをてめえの家に住め。ええじゃねえ。いいか、どっちだって聞いてんだよ。佐渡の修行の手伝い。やつは頼みに来てんだろ。佐渡さんをあれ以上鍛えるには。だって挽回できんだろ。やだな、サムエド商人の私ができるわけないじゃないぞ。あんた、その天罰知らねえのか。昔十二番隊の隊長だったことも、作った張本人だってことも、とっくの昔にバレてんだよ。佐渡、最近の若者は知ってないと言われるので。うるせえ。おっさんたち。おっさんの僕に向かってんな。秋から見たらお前もおっさんじゃ。気にすんなよ。許せない。さんという響きが美しい。惜しいんだよこの丸ハゲ。丸ハゲ、ずらかぶれよずら。なんで俺が試合に出なきゃなんねん。すんません失礼な隊長。何とぞこれで。地でつるんじゃねえ。うか言いながらもうつけてるじゃないですか。お前が何の説明もなしに帰ろって大騒ぎするから。お詫びの気持ちっす。てめえな。小学生の弟の防具がちょうどよくて。小学生、アダラメつん
ません。おーせよ一括さん。アバライてめえもか。浦原さんがイケイケうるさくて。アバライさん、タドさん、ちょいと厄介なことになってまして、死神の皆さんも集まって。フォローが出たのか。行けばわかりますよ。来てみればこれだ。アリーナ浦原さんにも菓子折り渡して頼み込んだんす。この手のことに手の下はつきものだ。サドはどうした。勝つなら来ないっすよ。なぞー昔高かったんだぞ。さすが技術開発機。なんだよお前ら、いつ帰んだよ。何言ってんだ。帰んねえよ。いるぜって。寝るとことかどうすんだ。うちにはこんな人数止めるスペース。あー私もダメ。いや普通に考えたら、うおー一個外してもダメなもんはダメだからな。スカートちょっと上げても。そんな言い訳には屈しねえ。感じて屈しねえ男だよ。だったら指の隙間閉じたらどうだ。おとなしく下がっててください。え女性死神協会ジャッピーだ。マジでひどいぴょー。つうか力強いなって話せボケ。ぶっ飛ばすとってめえ。やられる前にやれたす。で待て待て、フォー腕が。何をしておるのだ。お前ちゃんとあの死神野郎の面倒。一人やんか。うるさいな。見てねえだろ。水着アイドルだけじゃねえか。邪魔すんな。掛け声でもかけたらいいんやろ。ワンツーワンワンツーワンツー。やって。何するんこれ。こっちの青年のうちのセリフだこれ。丸一日以上も俺インチキマシンこぎ倒さなきゃいけない。こっちはただ死の子のイワントップ倒れるまでする。いけない、こんな時間。行かないとお店が人でいる。クレ選ぶことができない。なんだ店って。私家の様子を見てきます。あたりに気を配っておかない。今買い物つったら。じゃあ隊長。あの野郎は人の話を聞く気がねえな。これかわいい。いません。どうしようかな。どれも可愛くて迷っちゃうな。決めた、それ全部ください。なんだお前ら。限界っす。何どうするの。ヘドでぶっ壊れちまうとは情けねえ。なあその怪我で試合に出て。いや無理っす。なに、ここは潔く棄権した方が。誰やな、勝つと決めた試合には勝つ。姉ちゃんが敵討ちとか言って勝った。でもありません。これが仲間と出りゃ済むことだ。仲間花から自分が出たかったんじゃ。何か言ったか。何も言っておりませぬ。で何かしら。大体想像はついてるけど。週末の親善試合に出れない。何？そこを何とか頼んでんじゃねえか。それは分かってるけど。じゃあなんで出ねえんだよ。あーもう怖いから。何？僕が臭いから。おこいつだ。家でこれだけ綺麗、しかもこんな複雑詰め込んだ握り飯、ホラ中の店にあれだけず売り子に聞きゃ入れ替えるって話じゃねえか。でも正気の沙汰じゃねえ。お兄ちゃんが帰ってこないよ。うるさいな。毎日したらフラッと帰ってくる。なんでカリンちゃん、そんなの俺はもう誘拐だよんだよ。どうしたら譲られてるじゃないか。ちょっと待ってろ、家先頭さんの必殺面白い。ヒゲだるま。元ヒゲだるまだろ。兄ちゃんまだ帰ってないね。ときなって。カリンちゃんいつも忘れてるの。はいない。俺は常に周りに反抗していきたいもんなんだ。どういうこと。もう高校生の頃は相手が敵に見えて、俺の校舎をさまよう海まで出かけて雄たけびを叫んだ。お兄ちゃんも大丈夫だよ。わかった。ことよりなぜルキアちゃんは。まあ息子よりそっちの心配か。ルキアちゃん各娘が増えたぞ。うっさい。俺たちに何の用なんだ。カラボーにこんな格好させやがって。姉ちゃんの頼みなんか来とろ。お前は黙ってろ。自分を男にしてください。お客さんがザ・青春部活動に参加。いいだろう。え、引き受けた。変な女には一宿一般の恩がある。そうだ、いやる気満々だよ。引け。なぜ荷車の刀本物だし。とっとと登ってきやがれ。今の機械弾でウサギ飛び。死に悪いんじゃ。ロクリーんだこれは。重いとかそういうレベルじゃ。湯に耐えてこそ男、俺はある。なぜ漬物石。やってるね。ここか剣道に関係ねえし。ごめんなさい姉ちゃん。ダーリンはダーリンの考えあるのか。どうぞ。なんだよ変な顔。うるせえ。うん、だいぶいい感じ。すべては私の子ってやつね。意味分かって言ってんのか。お前悪いな姉ちゃん。友達が世話になって。いいんだって。なんなら一緒。まだ足りねえ。なになに。
もしかしてそれは愛？大丈夫、知らない孤独な俺の愛を包み、そういう女にショーやってるって。なんだって、かわいい。そんな、ほんと信じられないセンスしてる。うるせえぞ。待ちなさい。こっち来て趣味変わった？主からのもらいもんだ。こりゃここも飯もタダで世話してもらって、着るもんに文句つけろ。やりやした。やっばばー、死の女神サイ。俺も舐められたもんだぜ。一度食らった技を二度とは食らえない。飛びついてきただけでそこまで。隊長ご無事で。人も死神？ああ、俺の部下だ。ええー、本当に偉いんだ。かっこいいな、トシロ。小学生なのにな。小学生なんだよ。もうダメ。まで勘違い。気が済むんだ。俺は小学生じゃねえ。